オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語を勉強中の方やフランス語に興味があるという方に向けて、フランス語学習を楽しく効率よく続けるための秘訣などを様々な角度からお伝えする番組です。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬雄介です。今回はアンサンブルのベテラン講師の一人、三輪先生をゲストに呼んでいます。こんにちは、三輪先生。こんにちは、よろしくお願いいたします。今日は番組宛てにスピーキングの上達方法についてご相談のお便りが届いていますので、この後三輪先生にお答えいただきます。三輪先生のインタビューの後はワンポイントフランス語レッスンをお届けしていきます。それではお便り紹介を始めていきましょう。アラカフェット、いつも楽しみにしています。私は芸術のアート留学を見据えて、イタリア、フランス、ドイツ、スペインを比較し、一番好きな時代の作品の所蔵量が多いというだけで、フランスが熱狂的に好きであったわけでもなく、フランス語学習を始めました。留学は叶わなかったけど、フランス語の勉強だけは細々と続けています。読み書きはなんとかなっても、スピーキングがどうにもならないことが悩みです。日本で使う機会がないせいだと思っていました。しかしある日、大変なことに気づきます。スピーキングの上達は実践あるのみだと思います。つまり誰かと話す必要がある。ですが自分は人とのコミュニケーションが苦手で、誰かといるくらいなら一人でいる方が好きであり、誰かと話したいと思えないし、話すこともないのです。こんな人間にスピーキング上達は不可能だと絶望していますが、どうすればこの悩みから解放されますか、というお悩みをいただきました。スピーキングの上達方法についてのお悩みです。まずはお便りいただきましてありがとうございます。この後ちょっと三輪先生にお伺いをしていきましょう。まあ、宮先生、スピーキングの上達方法ということで、はい、今回ご相談のお便りが届いていますが、いかがでしょうか。はい、まずこの方はスピーキングの上達には実践あるのみとご自分で気づかれたというのが大きなポイントだと思いますので、はい、その通りだと思います。やっぱりこう実践が必要ということですよね。はい、やはりフランス語を流暢に話せるようになるためには、文法や語彙などの知識、あとは読み書きの力だけでは足りないっていうのが現実だと思います。その上でそれらを正しく発音して、自然なイントネーションでリズムよく話さないと、スピーキングでスムーズなやり取りっていうのはできるようにならないんですね。さらにですね、ネイティブスピーカー、フランス語を話すネイティブスピーカーを前に話すっていうのはすごく緊張するんですよ、最初のうちは。はい、ですよね。はい、やはりこう見た目というかオーラというか全然日本人と違うので、はい、表情も違いますね。なので勇気と度胸がいるということで、先ほど言った発音とかイントネーションの壁に加えて、はい、緊張の壁っていうこの大きな2つを乗り越えて、やっと上手に話せるようになるので、やはり実践あるのみだと思います。そうですよね。特にこの緊張の壁を越えていくためには、うん、実践をして体験をしないと乗り越えられないんじゃないかなというのは今のお話を聞いていても思いました。ただ今回のこの方のお悩みが、はい、一つちょっと僕もポイントだなと思っていたのが、一人でいる方が好きで、あんまりこう誰かと話したいと思わない、うん、その中でスピーキングを上達させたいっていうのは結構難しいお題なのかなというふうに感じたんですけれども、はい、このあたりは三輪先生どうでしょう。そうですね、はい、まあ、この方に私一部共感できるところがあるんですね。ええ、というのも、私という人間は話すのは好きなんですけど、だからといってこの方と同じように気が合わない人と長時間過ごすのは苦手で、そうするくらいなら一人の方がいいなって思うタイプではあるんです。あ、
そうなんですね。はい。三輪先生は講師なので、結構いはい。ろんな方とお話しするのが好きなのかなというイメージはあったんですけども。もちろんです。仕事では全然問は題い。ないんですけど、やはりこうスイええ。ッチがあったりするので、ああ。けれどプライベートっていうふうになると、はい。こう基本的には知らない人に気軽に話しかけるっていうのはそんなに得意じゃないです。ああ、そうなんですね。はい。なのでフランスで留学生活を送っていた時も、語学学校とか大学でフランス人または他の国の話好きな学生たちが、まあ、たくさんいるので、やっぱり気後れして、でクラスでほとんど発言することなかったですね。存在感多分ゼロに近かったと思います。いやいや、そんなことはね、ないんじゃないかなとも思ったりはするんですけど、いやいや、そういった意味ではね、今回ご相談いただいた方と、ちょっとこう、境遇ではないですけれども、似ているはい。箇所もある中で、でも、宮先生はスピーキングももちろんね、できるっていうところで言ったら、何かそこでどんな具体的に努力をしたであったりとか、自分の中でこう価値観を変えたっていうところで、何かこう、ポイントになる点はありますかね？そうですね。まあ、こんな私でも勉強を続けていくうちに、まあ、フランス生活に今は困らないぐらいに話せるようになったっていう、まあ、気持ちではあるので、やはり上達する方法はあるはずなんですよね。なのえで私自身の経験も交えて、まあ、アドバイスできればと思うんですけど、まずは生身の人間と会話する機会がまあ少ないということなので、それを補うために、まあ、一人でできるスピーキング練習っていうのを自分なりに考えて積極的に行ってみるっていうのはどうでしょうかね。一人でできるスピーキング練習。はこう、い。独り言っていうのがね、ちょっとイメージとして出てくる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、でも、一人でもできるスピーキングの練習方法があれば、それは知りたいって方はね、多そうな気もするんですけど、具体的にどんなことやるんでしょう？そうですね。まあその画期的なことではないかもしれないんですが、私が実ええ。践したことをまあ挙げるならば、まず一つ目にはシャドーイングですよね。ダイアログの音声を聞いて、そしてその同時に繰り返す。そしてその時に出てきた、あ、これは会話とかに便利な表現だなと思ったらピックアップして、繰り返してスムーズに発音ができるように練習しておくっていうことですね。聞いたことを繰り返す。はい、音で覚えるっていうのはすごく大事で、一つ一つ頭で考えて文字にしてっていうのは結構時間もかかってしまうので、こういう時にこの切り返しっていうのを音で覚えておくとやはり便利ですよね。これは聞くだけではなくて、自分で口にするというところも大事になってくるんですはか？い。とにかくその覚える時に音読するっていう、まあ、練習をセットにしておくのはいつもおすすめしています。そしてですね、語学学校時代はよく授業の課題として、エクスポゼっていう口頭発表があったので、その練習を、まあ、自分で行うってことですね。おお、エクスポゼ。は日い。本で言うと、プレゼンみたいな形ですか？そうです。プレゼンだったら、その口頭での発表ですけど、会話ではないですよね。一方的にこちらから話して成立するものなので、そのエクスポゼ、プレゼンテーションの、まあ、原稿を書いて練習するっていうだけでも十分なスピーキング練習の一部にはなると思います。確かに。そしてね、先ほど野瀬さんもおっしゃったように、独りはい。言、これもね、はスい。ピーキングの練習には役立つと思うんですよ。なので学生であれば、例えばクラスメイトとか先生などを相手に、日常とか授業中に起こりうるシチュエーションを想定して会話をつなぐ練習を自分でやってみたり、もうとにかくいろんなシチュエーションを思い浮かべて口にする、これが大事ではい。す。ああ。まあ確かに気味が悪いと思われるかもしれないんですが、まあ、もしね、家とか部屋に一人の時だったら誰からも見られないし、何をしてもいいとは思うんですよ。なので黙ってじっとこう本とにらめっこしているよりか、はい。独り言でもいいので、口を動かしてフランス語の音を出す練習、これをするのが大事です。確かに。でも本当にそれこそテレビがある生活であれば、例えばテレビを見てちょっとこうツッコミを入れてみたりという部分もあるかもしれませんし、
今夏のシーズンとか、まあその時期によっては暑いとか寒いとか、ちょっとしたこう自分の感情とか感想を言葉にしてみるっていうのはいいかもしれないですね。その通りですね。もう暑いだったらもう暑いってフランス語でイルフェショって言うんですけど、それを言ってその時の感情をフランス語でつぶやくってすごくいいと思いますよ。あ、そうですよね。確かにつぶやき、今の暑い寒いとかっていう風な気候の話から自分の感情の話とか、うん、あとは食事を食べて美味しかったであったりだとか、いろんなこう言葉にできる表現っていうのは一人の時でも多そうですもんね。そうだと思います。話すという行為は2人以上じゃないとできないっていうことはないのではないでしょうか。先ほど言った口頭でのプレゼンテーションだって話す行為の一部だと思うので、そういった一人でできるスピーキングの練習っていうのは積極的に取り入れてほしいなと思います。確かに。あとは今回のね、ご相談の方が芸術とかアートにすごく興味があるというふうなお話もあったので、うん、まあ、さっきのエクスポゼではないですけれども、そうした自分の興味のあるテーマで独り言ではないですがプレゼンを行ってみたりとか話をしてみるっていうところも、うん、こう興味が持てるのでよりできるかもしれないですよね。そうですね。特に好きなアート作品とかアーティストのことだったらやはり話したいという気持ちになるだろうし、その時にどういうふうに言えば相手にうまく簡潔に伝わるかっていうのを考えてプレゼンテーションを作ってみて、よりこう短く簡潔にするっていう作業を行いながら、その口頭で発表するっていう練習を繰り返すとすごく後々役に立つと思います。はい、今の話を聞いてると、そうして自分の趣味とか好きな話ができるようになってくると、共通の趣味を持った方と友人になったりであったりだとか、うん、こう今は一人でいる時間の方が好きというふうにおっしゃっていた相談の方も、この人とだったらこういう話ができるっていう方がね、もしかしたら増えるかもしれませんからね。そうですね。そうした形でぜひ今は一人でのスピーキング方法という形で宮先生にはお話をいただきましたけれども、いろんなことをやっていくことで様々なコミュニケーションが芽生えてくるかもしれません。さて、他にはどうでしょう。今は一人でできるスピーキングの練習についてお話をいただきましたけれども、他にスピーキングが上達する方法というのは宮先生何かありますか？そうですね。直接的にスピーキングの練習に役立つとは言えないかもしれないんですけど、私がとにかく生徒様にお勧めしている学習法の一つとして、フランス語で日記をつける、さらに音読するっていうことですね。日記をつけて音読まです。る、はい。で、日記というのは毎日の生活で自分が行うこととか身の回りで起こることを言葉にまとめたものですよね。そうですね、はい。なので個人の記録に過ぎない、外に向かっては役に立たないと思われがちなんですけど、でもですね、人と話す時っていうのは大抵自分のこととか身の回りに起こる出来事を話しますよね。そうですね。雑談なんかはそうですからね。ね。フランス語でも全く同じで、普段の生活でよく行うこと、実はそんなに数は多くないと思うんですよ。一日の生活で行うことっていうのは。なので、その主なものを簡潔なフランス語にして、プラス音読するっていう習慣をつけておくと、いざ誰かと話すときにそのフレーズがすぐ頭に浮かびやすいんですよ。なので考えなくても音で覚えておけば口をついて出てくるようになると。あ、確かに日記を書くと自分の行動なのでよりイメージもできますし、はい、それをちゃんと音であったりだとか単語として覚えておけばとっさにこう口に出しても違和感なさそうですね。で、実際にですね、生徒様の中で日記をつけ始めたらスカイプレッスンの会話中に日記に書いたことが口をついて出てくるようになったっていうお声をいただいたんですよ。はいはい。なので私自身も行ったことでありますし、他の生徒様にも効果が出たということは、かなり多くの人にスピーキングの練習としても役に立つっていう方法だと思います。確かにこうフランス語で日記をつけて
音読をしてみる。まあ、この時どうでしょうね、男性とか、まあ、これ男性女性限らずかもしれませんけれども、はい、長くこう書きがちな部分っていうのもね、人によってはあるかもしれませんが、あんまりじゃあ長い文章で書くというよりはシンプルに簡潔にまとめてみたりとか、逆に長い文章を日本語で書いたとしてもフランス語に訳すときはちょっとシンプルに変えてみたりとか、このあたりの工夫も必要にはなってきそうですか？日記というのはやはり毎日続けることが一番大事だと思うので、その作業にすごく時間がかかっては苦しくなると思うんですね。そうですね、はい、だからこそ寝る前の、まあ、10分20分で書けるように、とにかく複雑な文を書こうとせず短い文をつなげる、この作業で1日終えてほしいなと思います。さらに言うなら、その書くときにですね、今の自分が知っている言葉と学習済みの文法事項、これを使ってシンプルで短い文をたくさん作ってください。まずは自分のできる範囲でできることからやっていく。はい、難しい表現をフランス語にしようとして、で辞書を引いたりいろいろ調べたりしてるうちに、そこに時間がかかってしまって、かえって難しく感じるようになってしまうと思うんですね。ああ、そうですね。負担になってしまうと、そもそも日記を書いて音読するということ自体も嫌になってしまう可能性はありそうですね、うん、はい。それを防ぐためにも、とにかくシンプルで、で自分がまあスラスラ書けるレベルの文を書いてほしいなと思います。継続して続けられる範囲で中身も考えていく、そしてちゃんと音読をすることっていうのがとっても重要になってくるということですね。はい、そうですね。そして日記の場合は過去の出来事を書くことが多いので、その日記を書くことを繰り返すことで複合過去っていう、まあ、過去があるんですけど、あと半過去っていうこの2つの使い分けの練習になるので、そういう面でもこの日記をつけることは役に立つんですね。そして会話でも過去のことを話すこと多いですよね。昨日こんなことをしたとか、夏休みはどこに行ったとかっていう過去を話すことが多いから、だからこそこの過去時制の作文に日常的に慣れておくことは大事だし役に立つと思います。そうですね、今の話を聞いているだけでも、まずは自分で書き出して、そして日記を書いたらとにかく音読をして、頭の中で自分で組み立ててアウトプットができるようにしていくということですね。はい、日記を書いたら音読、これをねぜひセットで行っていただきたいと思います。せっかく頭で組み立てた文をね、口からアウトプットする、そして作文と音読をセットで練習しておかないと、いざ会話の時に音で出てこないので、せっかく日記を書いたのにそれが会話で活かせないのはもったいないので、ぜひ作文と音読をセットで行ってください。2つ目はフランス語で日記をつけて音読する、まあ、これはね生徒様にもおすすめをしている方法ということで、実践してみるとより自分の中で整理もできて、かつですねスピーキングが上達する可能性は高まりそうですね。他にもどうですか、方法としては。ここまでである程度一人でできることだと思うんですけど、一番最初に申し上げたように実践が大事、一番大事ですね。なので相談者様の場合もやはり時々はネイティブスピーカーの方との会話実践、これを取り入れてほしいなと思います。やっぱりこればっかりはちゃんと実践経験をしていかないとなかなか身につかないということですね。そうですね。というのも自分だけで練習するとなると、やはり発音を正しく覚えていなかったりとか、イントネーションが違ったりすると、いざ実践の時に通じないということがあって、そうするとやはり、ああやっぱり自分はっていうふうに自信をなくすことになりかねないので、とにかく通じる発音ですね。そしてやはりゆくゆくは正しく自然なフランス語を身につけて話したいわけじゃないですか。そうですね。やはりそのためにはネイティブスピーカーと話すしかないですね。ですからもしこの方がアンサンブルの生徒様であれば、スカイプレッスンを活用して時々ネイティブスピーカーの先生と会話をして度胸をつける、
そして自然なフランス語を身につけるっていう実践を行ってほしいと思います。まあもちろんこの部分に関してはご自身が結局はどうしたいかというところがね大切になってくるかもしれません。これまでは一人でも実践できる方法ということでお伝えもしていただきましたし、ただやっぱり宮先生の経験上ネイティブスピーカーの方との会話実践、まあ、これが最終的にはとっても重要になってくるというお話をいただいていますが、実践をしていく一番のこうメリットの部分っていうのはどんな部分がありそうですか？そうですね、まあ、一つに絞れないですけど、まずはスピーキングをするということは、まあ、ネイティブスピーカーとこう楽しく流暢に話すということが最終目標だと思うので、やはりその相手と実際に話すっていう度胸をつける、これが一番実践の大事なところですよね。まあ本当にリアルタイムで話をしていくので、まあ、さっきお話があった越えなきゃいけない壁、まあ、緊張とか度胸っていうふうな壁をちょっとずつ越えていくための一つの手段ですよね。はい、最初の方は本当に緊張します。お、三輪先生でもやっぱり緊張しました？いや、もちろん。だから緊張するとやはり、はい、ね、知っている言葉も真っ白になって出てこない可能性だってあるし、やはりネイティブの方と話すっていう習慣をつけておかないと、いざという時に言葉が出てこなくなることがあるので、やはり実践のメリットはここですよね。度胸をつけるっていうことです。まあでも本当にこうして経験体験をすると、ああ自分はこういう時にはこんな状態になるんだなっていうことが冷静に把握ができるので、よりじゃあそのために何をすればいいかであったりだとか具体的な準備もできそうですし、はい、ネイティブスピーカー相手にきちんとフランス語を話して度胸をつけていく、ちょっとずつでもそうしたチャレンジをしてほしいですね、うん、そして度胸を、まあ、つけながら話すことで、ね、自分のフランス語発音なり組み立てた文章っていうのが相手に通じるかどうかを確かめることができますよね。これがまた大事なメリットの一つだと思います。で、スカイプレッスンの場合は相手は講師ですから、はい、間違えた場合は丁寧に訂正してくれるはずです。ですからその都度訂正してより自然なフランス語を身につけることができます。確かにこう日常の友達同士の会話と少し違っていても、うん、まあ、あんまり指摘をすることっていうのはほとんどありませんので。ないですね。はい、はい、まあ、そういった意味ではこうしたレッスンの場だからこそ何が良くて何がふさわしくないかっていうところをね、きちんとこう理解ができるっていうのはかなりプラスですね。はい、その通りですね。そして、まあ、最後には真似をすることができるっていうのが一番のメリットで、はい、私は真似をすることはいいことだっていうふうによく言うんですけど、語学の学習の場合ネイティブスピーカーが一番自然な話し方や発音で話すわけですから、もう彼らがよく使っている構文とか熟語っていうのを積極的に真似して自分に取り入れて、そして自分の表現方法としてものにする絶好の機会だと思うんですね。なのでネイティブスピーカーとの実践を通すことによって、より自然なフランス語、自分のフランス語を鍛えることができるので、とても大事なことでメリットだと思います。今お話をしていただいただけでもかなりのメリットがありそうです。ネイティブスピーカーとの会話実践、まあもちろんこれは人によって得意不得意、今日のご相談いただいた方の中でもなかなかこう人とコミュニケーションを取るのが苦手という方もいらっしゃるかもしれませんけれども、宮先生がおっしゃっていただいた通り、生徒とまあ講師という間柄であればですね、そうしたイメージも持たずに勉強だというふうに思って、より積極的にかつ精力的に学びを実践できる可能性もありそうです。はい、さて今回はまあ一つは一人でできるスピーキングの練習方法、そして日記をつけて音読する、三つ目がネイティブスピーカーとの会話実践というところで三つのお話をいただきましたけれども、改めてでは三輪先生、最後まとめをお願いしてもいいですか？はい、一人でいることが好きな人で
人と話すことがあまり好きではないっていう人が、フランス語のスピーキング力を上げるためには、一人でできるトレーニングを最大限に行いつつ、やはり時々定期的にスカイプレッスンなどを通じて、ネイティブスピーカーの前で披露し、度胸をつける機会を持って、ミスを修正し、自然な発音や表現を真似して自分のものにしてほしいなと思います。最後には自分に合った無理のない方法で少しずつ着実にスピーキング力が上がっていくと思いますので頑張ってください。ミア先生ありがとうございました。最後にお話しいただいたところがとても大切かなと個人的にも思います。自分に合った無理のない方法というところですね。人によって学習のスピードであったりだとか目的は様々だと思うんですね。今回ご相談をいただいた方も喋れるようになりたい、そのレベルがどのくらいなのかとか、誰と話せるようになりたいのか、これはきっと人によって変わってくるかなと思いますので、今回三輪先生が挙げてくれた、まずは一人でもできるスピーキング方法、そしてフランス語で日記をつけて音読をするという方法、さらにネイティブスピーカーと会話をどんどん実践していく方法、自分の今のレベルとタイミングの中でぜひこれは合ってるかなと思う方法からまずは実践してみてください。三輪先生ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ワンポイントフランス語レッスン、こんにちは。こちらのコーナーを担当しているアンサンブル講師の大輔です。今回も会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の一言や表現をご紹介します。今日覚えていただきたいのは念のためという表現の短いフレーズです。寒いかもしれないから手袋を持っていきなさいというシチュエーションで役に立つ表現です。さあフランス語では一体何というでしょうか。正解はオキャウ、オキャウ、オキャウ。前置詞あと場合という意味のるきゃ、そして〇〇するところのという意味の関係代名詞うでできています。前置詞あと定冠詞るは縮略を起こすのでおとなります。発音はオーカーウもしくはオーカーズの2通りの発音があります。Prends tes gants au cas où tu aurais froid. Prends tes gants au cas où tu aurais froid.寒いかもしれないから念のため手袋を持っていきなさい、このように使います。ポイントはオーキャウの後ろに〇〇かもしれないからという条件法の文章を入れることです。とにかく短くて覚えやすいのでオーキャウもしくはオーキャズと音で覚えてしまいましょう。いかがでしたか。今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言はアンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスン
にご登録くださいね。それではまた。À la prochaine fois。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしています。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆様、また次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。